どうもこんにちは、ライムです。今回はハデスカップの前回ですね、収穫金メダルのチキンニートルですね、チキンニートルを主に使った編成でハデスカップの攻略動画を撮りましたけど、今回はね、完全無課金編成。完全無課金というのは収穫金メダルだったり EX メダルを使わない感じですね。だと復刻メダルのみという縛りでやることなんですけど、主にね、はい。で、編成としてはこちらになるんですけど、で、僕の動画ですね、やっぱ見てる方、やっぱり勘違いしてる方はね、結構いらっしゃるんですけど、僕いつも乖離 0.2 ではなく、イラ乖離、こちらのイラ乖離とか使って、やったりしてるんですけど、結局これね、イラ乖離ってバフメダルの中で一番今の環境でいうと弱い方、まあ今の環境っていうか、今もう復刻とか一切してないんで、持ってない人はまあ持ってないでしょうけど、これバフの内容もね、3段階アップと HP 大回復しかついてないので、別にこれイラ乖離である必要は全くないので、参考にならないとか言ってる方もまあ見受けられますけど、そうではなくて、あくまでこんだけ弱いメダルでも勝つことができるよっていうことを、参考にしてもらえればいいかなと思ってやってるのであって、別にこの編成じゃないと絶対ダメっていうわけではありません。はい。なのでこのイラ乖離より強いメダルいっぱいあるので、まあ何とでもなるよと、そういうことを僕は言いたいわけです。なのでここは乖離 0.2 をもちろん全然構わないですし、今のトレンドというか、もうイラ乖離が出さない以上で、乖離 0.2 に関してももう何度も復刻してるので、もう乖離 0.2 が、まあ今の普通というか最低限のバフ能力のメダルなのかなっていうのは僕も当然分かっているので、その上で分かってる上でイラ乖離をあえて使っているとっていうところに僕は面白みを感じてやっているというだけなんですよね。はい。これだから、まあ趣味ですよ。言ってしまえば僕の趣味なんですけど、はい、イラ乖離使いたいっていうっていうところなんですよ。なんですけど、まあ一応まあそういう話、まあ声もあるんで、乖離 0.2 今回は使いましょうかね。はい。別にどっちでも関係ないんですけど、イラ乖離でもクリアできるし、乖離 0.2 ももちろんクリアできるので、一応乖離 0.2 今回はやります。で、編成としてはね、こんな感じなんですけど、まあ全然特にひねりもないんだけど、これでね、13、14、15で苦戦してる方が結構案外いらっしゃるみたいで、はい、そちらの今回この3つのクエストに絞った感じでやっていくんですけど、まず13ね、新しいハートです。あいつはね、前回の動画見てもらった通りなんですけど、まあ HP 回復するのでそこそこ火力を出さないと削りきれないというところで、こちらのキーアートナンバー8を入れてみたと。で、キーアートナンバー8に関しても今はもうこれギルト5なのでめちゃめちゃ時代遅れのメダルなんですけど、まあ、上位互換いっぱいある。空 0.2 でも全然 OK、 空 0.2 でもいいし、まあハイスコアメダルのもちろん、イラストグーフィーとか、グーフィーじゃねえや、ドナルドでももちろんいいし、はい、上位互換いっぱいあります。皆さんの手持ちで一番強いマジックメダルを入れてもらえれば大丈夫です。はい。で、ゲージ回復要因としてこのイラカリ2ね、入れてます。ここイラカリ2じゃなくても、ゲージ回復ができる、例えばソラライオンだったりとか、この間のチキンリトルでももちろん OK でっていう感じですね。はい。で、後ろはまあバフメダルというか、これガード M100% 要因で入れてるだけですね。これアバ様、あ、でもアバ様入れない場合は必須か。アバ様を使わない場合の編成では必須になってくるかな、これが。あとラスリブとね、ガーデム 100% は欲しいかなってところです。はい、やっていきましょう。とりあえずね、僕がこれ動画で撮ってる編成が全てではないので、皆さんの手持ちでもっと強いメダルがあれば入れてほしいしっていうところがあります。はい。で、教えてくれ。パートナーね、ロクサス、二刀流 EX。
でいきます。これね、HP 回復されるからできるだけ火力出したいっていうところで。はい。だからバフメダルはもう、あの、プーティガーラビット。だより、そこがあって。お、やべ、押しちゃった。そうそうそう、これオートボタン押してると勝手にこれ発動しちゃうからちょっと困りもんだよね。で、これね、ワイトナイトとか、ウォーロックステップがいるので、ちょっと、あんまり発動させたくないかな。だから1段目は、取り巻きが死ぬまでは下手に、スキルとか、アビリティか。は使っていかない方がいいのかな。はい。こいつのあれだね、チキンリトル編成でやってたら分かんなかったけど、こいつのカウント攻撃って毒なんだね。やっぱ何かしらあるなと思ったけど、毒攻撃なんだね。教えてくれ、お前が選ばれたわけよ。教えてくれ、お前が選ばれたわけよ。はい、ということで取り巻きはもう死んだかな。すげえ回復されるんだよねこいつ。あ、失敗した。ペットランク高いまんまだ。すいませんね、これ買い忘れた。ペットランク、2でやるつもりでした。2でやるつもりで、まあ次14からやりましょう。14からペットランク2でいきますので、でこれペットランク2で も問題なくもちろん勝てます。エスナとか全然関係ないです。あってもなくても、はい、 HP リカバリーあろうが全然関係ないですね。このまま勝てると思うので、結局これカウント戦ってる最中に絶対カウントもう何回も何回も食らうと思うので、1回 S さんで回復したところで別に関係ないんですよね。これでまた得になっちゃう、なっちゃうんで、こんな感じで、はい、教えてくれ。なので別にセットランクはここ関係ないですね。一応念のためにお言っておくと、教えてくれ、お前が選ばれたわけよ。ついつい買い忘れちゃうんだよな。レイドとかだとやっぱりね、ちょっと火力欲しいなと思ってペットランクもちろん上げるので。今度は私が戦う。あ、バフやんなくてもいいかなこれ。教えてくれ、お前が選ばれたわけよ。教えてくれ、はい、おしまいと。お前が選ばれたわけよ。っていう感じでこいつは全然余裕ですね。特に苦戦するところもなくという感じです。とりあえず防御バフを貼ってあげれるのと、まあ保険でラスイブ、あとガーダイム 100% があればね、全然余裕ですね。レベル1300といえど。はい、ということで先ほど言った通りペットランクをちょっと下げましょうかね。今は5なんですけど、はい、2でいきます。でお次がこれ、クラウンプリテンダー。こいつね、先制攻撃が厄介というお話をしましたけど、ガーデム 100% とあとラスリブ、まあ、ラスリブがあればね耐えれるかな。これロクサス二刀流 EX でいけんのかな。今そのまま入っちゃった、ロクサス入っちゃったけど。おお、やべえ、バカやべえ、またオートボタン押しっぱなしだ。あ、耐えたわ。全然耐えたわ。なんだ、耐えんのか。ポイズンアーチャーの攻撃、耐えないもんだと思って今焦ったけど、耐えますね。ここね、あの、ポイズンアーチャーいるんで、オートボタンで入らずに、ちゃんと皆さんをね、あの、ポイズンアーチャー以外を攻撃して、カウントを減らさないようにね、お願いしますね。まあ、ガード今みたいにガード XL とかガードM100% あれば全然耐えるみたいですけど、教えてくれ、お前が選ばれたわけ。あと、あの、最初の方にバフメダル、防御バフメダル持ってくるとかにすれば全然そのまんまオートボタン押しっぱなしでも多分大丈夫でしょう。教えてくれ、お前が選ばれたわけよ。こっからもうオートボタン押しっぱでいいね多分。
余裕余裕。今度は私が戦う。まあこんなねしょぼいミスしてても勝てるぐらいの敵なんで。教えてくれ。お前が選ばれたわけよ。やっぱロクサス強い強いよね。教えてくれ。ハイリー EX なんかも全然ロクサス EX 強いと思うんだよな、まあ、比べちゃうとあれだけど。はい、というところでこんな感じで、まあ14も全然余裕でしたね。で次の15はね、編成デッキをちょっと変えてます。変える必要があります。次がねゴールドハンマーボディなんですけど、こいつがね取り巻きが厄介で、こいつというか取り巻きのねバリアマスターが厄介なので、バリアマスターの対策をしないといけないというところで、こんな感じ。はい、ポイントとしてはね、何が違うかっていうと、こいつが違う。ソラ、ドナルド、グーフィー、シー、こいつはこの間のねユニオンクロスマルチでドロップしたメダルなので、まあほぼ全ての方が持ってると思います。これがねリセット効果がついてるので、こいつはまあ こいつでなくてもいいんですけど、ベルとか全体のリセットメダルであれば何でもいいんですけど、このメダルはドロップメダルなので、まあこれこそまさに真の無課金メダルと言えるので、こいつを採用しています。まあ、要するにリセットが欲しいというところですね。はい、では行きましょう。その他に関しては一緒だね、さっきと。でパートナーはね、ここね、アバ様の方がいいかな。ここは、レベル1500なのでちょっと不安なところあるので、アバ様でいきます。はい、こんな感じでですね、お、またやっちゃった。またやっちゃった。またやっちゃった。まあいいか。まあいいか。はい。で、これ2枚目にセットしてあるんで、今みたいな事故も防げます。ここの2枠目にセットしてることによって、リセットがしっかり可能と。はい。っていう意味で、今これ2枠目に入れてました。ね、こういうことはあるんだよね。ちょっとこれ不便だから、ほんと変えてほしいな、この仕様。戦闘中以外でもこのオートボタンね、リセットできるような仕組みに変えてくれないとちょっと不便。弱っ弱っ激弱っ。あとこれもうオートボタン、あ、ダメか。これねちょっとね、あの2ターン目にもリセットしちゃうとダメなんですよ。まあバリアマスター倒した後ならいいんですけど、倒した後がダメなんだ。ごめん、倒した後をリセットしちゃうとダメなんだ。ね、ここでも2ターン目もバリアマスターのバフが乗ってないというか下がってるね。じゃあリセットこれ使わない方がいいのか。リセットは使わない方向で、なんかグダグダだな。グダグダ、僕の説明がグダグダだね。申し訳ないですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はい、分かりにくいかもしれませんけど、このデッキを使えば必ず勝てるので。風に乗って遠くまで飛んでいって、あと4体か。全然余裕ですな。今度は私が戦う。ああ、ゴールドハンマーボディのカウントってあれなんだね、攻撃デバフなんだ。攻撃デバフ3段階食らってるね。まあいっぱい攻撃デバフ入れてるんで関係ないんですけどね。
このターンでゴールドハンマーボディ倒せるんじゃないかな。はい、ゴールドハンマーボディより猫の方がタフなのか。クエストのあのボスのとこに表示されてたような気がするんですけど、あいつすぐ死ぬね。むしろミセスインストレントの方がボス感ある。あ、リセットしちゃった。今これ間違えてリセットしちゃいましたけど、皆さんはリセットしないようにお願いしますね。オートボタンの弊害だね。リセットしちゃうとせっかくかけたあのアバ様のねデバフとかが無駄になっちゃうので、余計時間かかるだけなので。あ、HP 回復されてる。めっちゃ回復されてる。風に乗って遠くまで飛んでいって。グダグダだね僕。風に乗って遠くまで。僕の操作が下手くそなだけで本当はもっとスムーズに勝てますからね皆さん。ここはねうまいことやってください。ここは皆さんはね、皆さんはもちろんうまいことやってください。こいつ麻痺ちょっとうざいな。インストレント、風に乗って遠くまで。おお、ようやく回復猫が死んだ。風に乗って遠くまで飛んでいって。今度は私が戦う。はい、あとはミセスインストレントだけですね。風に乗って遠くまで飛んでいって。ここはリセットしないように気をつけましょう。若干麻痺の運ゲーではあるかな。風に乗って遠くまで飛んでいって。今度は、まあ仮に飛ばされてもこのプーティガーラビットとか、アバ様が2ターンとか持続する防御バフなので、まあ安心感はある。風に乗って遠くまで飛んでいって。風に乗って遠くまで飛んでいって。次のターンで終わるといいな。今度は私が戦う。飛ばされるね、さっきから波音が。風に乗って遠くまで。次のターンかな。飛んでいって。今度は私が戦う。あー、マジかみたいなね、運ゲーがあるので多少長引いたりとかはするかもしれませんけど、
風に乗って遠くまで。はい、ということで無事勝てましたね。ラスリブも発動しなかった程度なので、まあ本当にね、前の昔のハデスカップと比べればだいぶ簡単になりましたね。はい、というような感じで今回ハデスカップ、まあ、2つの動画でやってみたんですけど、まあ、やっぱりね、見てもらった通りチキンリトルの収穫金、1400円した方が、まあ、楽ではありましたね。はい、あれはもう本当にね、デッキ一つで、これデッキ一つでもう全部突っ走れたので、このチキンリトルの編成と、無課金の編成という感じで、やっぱりね、やっぱ課金した方が強いんだなって、まあ、納得はした。課金した分だけちょっと楽になるよっていうのがね、まああったので、それはそれでまあ良かったかなと思うんですけど、まあそれでもちゃんとっていうか、無課金とかでもこんな編成でも全然勝てますよっていうところなので、レベル1500になってましたけど、はい、なのでまだ本当に課金できない方とか、それからカイリー EX とかロクサス EX 当てられなかった方もね、そのめげずに続けてほしいなと思います。まあ、コロシアム上位とか100位以内とか、ハイスコアの100位以内目指すとなると、やっぱりまあもちろん課金が必要になってきますけど、それ以外にも、遊べることは多いので、パテメントを遊ぶっていうだけならね、別にカイリー EX とかいらないの、 EX メダル特に必要じゃないので、でハデスカップとかもね、こんな編成でクリアできるので、特に EX メダルもぶっちゃけいらないんですよね。はい、何を求めるかですけど、はい、まあそういう方にとってもね、この動画も役に立てばいいのかなと思って、思い出やってます。あと個人的にもちょっと楽しいかなというのもあって、こういう縛りプレイね、要するに縛りプレイなんですね、これって。はい、まあこんなでも勝てるので、まあ皆さんもね、本当に行き詰まったら僕に質問 してくるなりでも別にいいんですけど、こういう動画とか、まあ要望があればどんどんねやっていきたいと思いますので、今回も、ちょっとね、無課金編成でやってみてほしいっていう声を見かけてこれを撮っている背景もあるので、はい、って感じです。これからも僕はこういった編成で続けていきたいと思います。それからイラカイリも使っていきますはい、イラカイリも使っていきますけど、当然カイリ 0.2 の方が強いのはもちろん分かってます。はい、その上で僕はあえてイラカイリを使っていきます。カイリが好きだからという理由で、はい、そんな感じです。ということで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。